はい、どうも、ダルです。さて、今回はですね、ワットウィング最新曲、ヨマサンシャインのですね、感想トークということでですね、喋っていきたいなと思います。皆様よろしくお願いいたします。ヤハなぜワットウィングなんですか と思っている、そこのあなたとの歌声にお答えしましょう。今回のワットウィングの最新曲、ヨマサンシャインのプロデュースを行ったのが、なんと我らが LDH の踊らないグループ、ドーベルマイインファ i n i ということで、そうなれば私、ドーベルマイインフ f i ティ大好き LDH オタクなので、 ととと思思っってててて聞かせせいいいただいたたただだこころこれ喋喋ので今回喋らせていただきますよろしくお願いいたします。だからこの LDH オタクかつドーベルマインフィニティ大好きという目線で喋らせていただきますので皆様そこら辺でね楽しんでいただけたらなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。チャンネル登録、高価コメントお願いいたします。では本編へゴ はい。ということで、今回はですね、ワットウィング最新曲、ヨマさん、シャインの感想トークね、させていただきますので、よろしくお願いいたします。まず最初にはっきりと申し上げたいことがあります。私、ワットウィングの方、全然知りはございません。 そうなんですよ。このね、ヨマサンシャイン以外の楽曲を聞いたことがないし、かろうじて名前を聞いたことがあったよっていうぐらいなんですよね。そうなんです。なので、あの、全然勉強不足の中でね、喋らせていただきますので、あの、よろしくお願いします。あの、一応情報といたしましては、先日ですね、あの、日本武道館公演を終えて、えー、2024年のね、コラボツアーが発表されたというところまでですね、あの、仕入れております。はい。で、そこのコラボツアーにリルリーグ、 大阪のね、公演の第一部に参加するよ、そして福岡公演はドーベルマン・インフィニティが参加するよというところまで、え、情報が入っておりますので、よろしくお願いいたします。<laughs> はい、すいません。はい、というわけで、そんな状態でね、今回ね、感想トークさせていただくということで、今,今回ね、ヨマさんにしまずね、聞いたところえ、聞いたところによるですね、まず第一の感想、超最高。そうなんですよ、超最高ということで、そうなんです。めっちゃいい。 そのねなんて言うんだろうなドーベルマン・インフィリティのね一昔前のあの良さみたいなものがすごくね なんかね、詰まっているような感じがしましたね。あの夏のさ、すごく勢いのあるドーベル・マイ・インフィニティのさ、楽曲感あったじゃん、えー。例えばですね、スーパーボールとか、ドパーティーとか、ディアイランド、そしてガーグル・サマーとかですね、その辺の感じが、フィーインって詰め込まれたのが、このね、えー、新しくなったのがヨマ・サンシャインなのかなというふうに思って、すごくなんかね、懐かしい気分になって、すごく心をつかまれましたすごくいいなって。 思いましたね。まあ、それをね、こう、ドーベルマインフィニティ自身が、こう、プロデュースしているっていうのもね、良かったし、なんといってもですね、この楽曲の中にですね、Crazy な n a baby w h e t s gas というですね、フレーズ、ガ、えー、まあ、ガガ様だったりとか、真、まあ、夏のマスマティックからのですね、まあ、そのサンプリングで、えー、歌詞が入っているっていうのがね、すごくいいなと思いましたね。いや、本当にね、 いやーなんだろうドーベル・マ・インフィニティの良さが詰まった楽曲だしなんかもう楽曲のそのパッケージングっていうかその雰囲気そのなんかリバーブの感じとかその,その辺の楽曲を作っている雰囲気のその音の構成の雰囲気がすごいドーベル本当にもう楽曲聴いた人が「えこれドーベルの楽曲じゃね?」みたいな「ねえさん m a s a ってみたいな <laughs> あの感じそう。 あ,のあとさ「大丈夫そう?」とかの感じから「ヨマサンシャインサンシャインサンシャインタン,ンタ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 タンタ,ン,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 タン」みたいな感じがすごくもうドーベル本当にドーベルマジドーベルって感じで本当にもうドーベルですよねこの楽曲みたいなねドーベルさんも歌えますよねみたいな、まあ、もちろんねあのデモの時にねドーベルさんが歌ってるっていう話はね聞きましたあの和樹さんが歌ってるところ僕がやらせていただきますとか末さんが歌ってるところ僕がやらせていただきますって言ったのがあったんで多分多分後日というか、えー、ちょっと時期が 開いてドーベルからもねこのヨマサンシャインドーベルバージョンみたいなものも出るんじゃないかなとかあとはねライブで一緒にやったりみたいなコラボライブがありますからねドーベルとワットウィングのねコラボライブっていうのが発表されてますからそういったところでやったりとかそういうねあるんじゃないかなと思ってますしこのヨマサンシャイン必ずこうライブで盛り上がる楽曲になってくれるんじゃないかなとかもうねあの日本武道館でね披露されたりとかされてるみたいですからねだからね本当に盛り上がったんじゃないだろうかなって思ったりもしておりますけれども本当にねこうやってこうドーベルがプロデュースをしているっていうのがね 本当に嬉しいなと思っておりますけど。このグループでねあのプロデュースをしたっていうのがねまあまなんですよね。うん、ドーベルがグループでってなかなか聞かないんでね個人ではやってるんですよ結構ねピーチョさんとかね楽曲作ったりとかもしてますしスウェイさんがねあのプロデュースでまあまあいろいろそういうの聞いたことありますけど全員でみたいなねドーベルが全員でワットウィングォってすごいですよね。本当になんかこう。 僕の中では結構あのターミナルあの感じですよねあのガガサマーとかデーアイランドとかのあの雰囲気の音が今回のヨマサン社員だったのかなというふうには個人的には思ってますよねだあの時代のドーベルっぽかったっすよねなんか勢いのあってすごいワッチャワッチャしてるその感じでしたよねすごい良かったそれがすごく本当に良かったなって僕の中では 思ってますなんかいいっていうやつですよね、うん、な,んかなんかやっぱガガサマー続編みたいなそんな感じじゃないわかんないけど、うん、そんな気はしましたねなので皆さんね是非ともあのウィンディーの皆さんも是非ともよかったらあのガガサマーだったりとか d ィ i アイランドとか聞いていただいてあとド・パーティースーパーボールあたり聞いていただいたらあ,あのドヤハルさんが言ってることわかるわとヨマサンシャインあ確かにそうだねというね思ってもらえるんじゃないかなと思っておりますので是非ともねチェックしていただけたらなとは思いますけれども。 もういやまあドーベル・マ・インフィニティのでもね年齢的にはもうね EXILETHESECOND とかあの辺の世代とほぼね一緒なので、まあ、ちょっと上ぐらいかそれともねあのなので本当にまあねプロデュースだったりとか、まあ、例えばドーベル・マ・インフィニティの、ね、あの弟グループなのか分かんないけれどもそういったのがねあの今後出てきてもおかしくない世代ではあるのでだからドーベルが手がける ね、グループっていうのもちょっとね今後見てみたいのかなというふうにも思いましたしまあ今ね もうドーベル自体がねあのかなり大人のグループなんで勢いある若さのあふれる楽曲っていうのはもうなかなかこうねあの歌えなくなってきているっていうのはまた事実であってそういった中で「ワットウィングのね今回の y o m a s a n s のリリースっていうのはすごくプロデュースっていうのは良かったと思うしそういったプロデュースをするねドーベルっていうのも見れたのもすごく良かったし聴けたのも良かったなと思うしこれからのねドーベルの未来例えばそういった若いエネルギッシュのあるねあの楽曲を作りたいって、ね、思っているドーベルが。 あの新しいグループをね形成していくドーベル自身が新しいが楽曲と,とともに新しいグループをプロデュースしていくっていうのもまた面白い未来が広がったのかなというふうに思えたので、まあ、そういうねいろんな未来のビジョンが見えるいいコラボとかいいプロデュースだったんじゃないかなと個人的には思っておりますしこのまずね楽曲「夜間サンシャイン自体が本当にいい楽曲で、ね、ワットウィングの皆さん本当に。 ね、スキル高いなというかうまいなとか音楽にかける思いがすごくあるんだなっていうのがこう伝わってきたので、ね、あのまあ3月かリルリーグとのコラボライブが、ね、あるじゃないですかそれもちょっとなんか行ってみたいなと、ね、思わせてくれる。 い、ね、いい機会だったのかなと思いますよねうん今回のね、ワットウィングさんのね、えー、ヨマサンシャイン、本当に素敵な作品で、なんかドーベル好きとしては、本当にあの頃のドーベルを聴いてる感じがあったんで、本当にね、嬉しく思いましたね。はい、というわけでですね、まあ、今回はですね、えー、こんな感じで終わりたいなと思っております。はい、というわけでですね、今回は以上になります。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたしまって、また次の動画で、バイバイ。